大石保1月28日から1946年2月13日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。1900年1月28日、高知県で大石博士の長男として生まれる。中学海南学校を経て、1920年7月、海軍兵学校を卒業。1921年6月。 海軍少尉任官。1923年12月、海軍中尉に昇進し、法術学校普通科学生を拝命。1925年12月、海軍大尉に昇進し、海軍大学校公海課に入学。1926年12月、浦風公会長に就任。1928年12月、練習艦隊参謀に就任。 1929年12月、早くじら公会長に就任。1930年4月、津島公会長に就任。1930年12月1日、海軍大学校に、講師30期生として入学。1932年11月26日、卒業。12月、少佐に昇進し、人通水雷長に就任。 1933年10月、軍令部第2部第4課部員に就任。1936年12月、連合艦隊参謀に就任。1937年12月、海軍中佐に昇進。1938年12月、佐賀艦長に就任。1939年11月、公安員調査官に就任。 1940年10月、第1航空船隊参謀に就任。1941年4月、第1航空艦隊主席参謀に就任。12月、太平洋戦争勃発、海戦時の真珠湾攻撃に参加。4月、西論沖海戦に参加。6月、ミッドウェー海戦に参加。 1942年7月、海軍大学教官に就任。8月25日、愛国丸艦長に就任。11月、海軍大佐に進級する。1943年4月、出資。1943年6月、海軍省兵備局第三課長兼運輸本部総務課長に就任。6月25日の海軍運輸本部設置は、 大石らの推進によるものである。1944年4月、大石は戦闘機による大型機に対する体当たり特攻の実施を要望する意見書を軍務局一課長山本義雄に提出した。1945年1月、笠木偽装委員長に就任。3月、海軍公開学校教頭に就任。5月、横須賀突撃隊司令に就任。 1945年8月、終戦。11月、予備役に編入された上で、従院招集され、同年12月、第二福音館、佐世保地方福音局幹線運行部長となったが、在職中の1946年2月に死去し、海軍少将に進級した。ありがとうございます。